오케이 나는 저래? 아키 오키 아까 할 수 있어 코넥션잖아 어 됐다 됐다 3문지 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 숫자이가 92.4% 우와 잠깐 숫자 틀리니까 에? 예? 맞다 맞다 다이나믹 프레젠스 우지마라노 드레바지 자, 하지 말입니다. 우지마라 너 하이 드래곤티. 우지마라 너 호지모드네. 사랑시데스. 이래요네. 하이. 소리가 별거리였으면해. 자, 네, 공개하면서 ここ 東村山で 連発していくんですけれど. はいはいはい. 자, 네. 하나씩 앞으로네. ここは東村山といえば. 志村さん. 아, 志村さん 운다. 네, 町なので. はい。ギャグの方をちょっと 見てもらおう。じゃあギャグがてら豆知識を一つ。お、いきますよ。はい。上半身下半身下半身上半身。お、繋がってるんだね。知ってるわ。志村さん。知ってるわ。繋がってますよ。知ってる。はい、一応ちょっとお伝えしとかないとダメだね。最近まで知らんかったんだよ。学びました。ありがとうございます。はい。じゃあ。 ちょっと安村さんもねちょっとね、志村さん見てもらおう。あ、いいですね。わかりました。こんだけ面白いんだよって。はい。安心してくださいってね、本当に。それこそ本当に。そう。松山秀樹の小徒コース。これは。またあれ。よし、これは飛ばすぞ。うん。よいしょ。あ、スライスだ。スライスしちゃった。スライスしちゃった。スライスついてる。まさ。え、パクリ。言わへんし。 ほんで西川君俺もよくやってるんでやめてください。お前スカーさんに言われる。俺のせいです。二人ともやめろ。二人ともやめろ。そんなもん知らんもん言ってねえから。どうか。はいはい。ということで今回もこの4人でお届けしていきます。皆さんチャンネル登録お願いします。いいねもよろしくお願いします。はい。お願いします。お願いします。マスター。言わへんねん。痛い。顔がでかいの傘がちっちゃいのどっちなの。顔でかい。 顔でかいの。顔でかい。じゃあ、肩も小っちゃいね。肩小っちゃいの絶対。あ、なんかこのあたりにちょっと変わった絵本屋さんがあるらしいんですけど。絵本。皆さん、お子さんいらっしゃるし、できませんか。あ、いいですね、絵本。あれ、平山も。私も子供います。そうやんね。え、何歳の子供がいらない。3歳です。あら、可愛い。男の子なのか。男の子です。あら、一人。一人です。何マンですか。ミニヤマンっていう。ミニヤマン。可愛い。じゃあ、ミニヤマンね。わ、 あら、ここ。あれ、あ、こんにちは。あ、こんにちは。なんで、トゥクトゥクでしたっけ。トゥクトゥクですよね。え、何してあるんですか今。一見怖いんですけど、何してあるんですか。作ったのが、そうやってきたから、ガムテープで修理して。タイの乗り物、トゥクトゥクが目印のトロル。こちらは子供たちが大好きな絵本。 そして可愛い雑貨やゲームなどを販売している面白いお店です。せっかくなんでここでちょっとゲームしませんか。ゲーム何ですか。皆さん、お子さんいらっしゃるということで、それぞれ好きな商品を選んで男気じゃんけんで勝った人が全員分支払うみたいなのはどうですか。あ、いいですね。ご主人は。 ご主人自分のもんでしょ。振りたいからね。払ってもらえるの買ったら。いや、それはそうでしょ。じゃんけん勝った人が全額支払うつれっぱち男気じゃんけん。もちろん平山さんの分も男気見せて払ってもらいます。これいいんじゃない。話、猫好きやん。これね。 あれ、ブラキャットマン。スキャットマン・ジョンやん。あれ、ブラキャットマン。あれ、ブラキャットマン。あれ、ポッ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 ポ
ここやるとき、この気持ちいいのこれ。あ、もうすっこれやってないとこつくね。そうそう、めっちゃ気持ちいい。嫌なことも忘れられそうな感じの。何や嫌なことって。いやいや、そんな深い意味はないです。はい、そう、ね、俺専用みたいな感じかこれ。藤本さん必要なんちゃいますかみたいな感じで言うとるけどな。そんな言ってないですよ。なんか単純に
なんかね集中して、うん、気を紛らすようなね、そうですなんか悲しいことも忘れられそうな感じかな、なんかこの感じがなんかタピオカやとかいいじゃんそれも自分で言ってない、全く言ってない、深読みしすぎですよ、持ってますって言うたん自分で、そうそうそう、あと持ってますよさあ決めよう、はい行きましょう、はい行きましょう、果たして4人が選んだ商品は、さあ選びました、はい、はい、平山さん、あ、タピオカ違うやんボンポップやろ、ボンポップ黄色いやつやすは、はい、僕のバウンドオフですね、なるほど、これなんか下に置いて、あーはい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 、弾ませてこのなんか図形を作るみたいな、図形を作るんですよ、はい、俺はこれですわ、もう言ってましたね、カリンバ、カリンバ、カリンバ、なんかね、なんていうの、カリブ海、カリブ海、カリブ海って感じするやろ、あませへんけど、あませへんけどね、全然なんかハワイっぽい感じ、いやカリブ海、さあ嵐はゴルです、えいや子供にやで、今小学校5年生なんですけど、はい、まだ一緒に寝てるんですよ、ああそうなんですか、で泊まりの時とか寂しいってめっちゃ言うんで、あ代わりにこれを代わりに寝てもらおうかな、僕はゴリラの仕事やってるの知ってるので、ゴリラの仕事やってるの知ってるので、さあ、え、いくら？いくらですか？税込み、いや、まあ、1528円だろ、いや、これですって高いの、いや、絶対このゴリラですよ、高いの、これはいくらですか、それ1600円、安いやん、どれ、何これじゃん、あ、これは1800円、これ、あれ、それいくら、1900円、一番高いやんそれでは男気じゃんけんスタート、全額支払うのは一体誰だ、買った人が払う、はい、はい、うわ、怖いな、男気じゃんけん、じゃんけん、はい、はい、男気じゃんけん、じゃんけん、はい、うわぁ嘘だろなんでだよマジかよ、ちょっとこれだけなんとかなんないっすね、これなんでええよ、これなしにこれなしにできないなしにできないっす、一番高いのこれやから、いやこれやです、俺払う、これ喜ぶねんと、ほんまに子供は、素敵な絵本や雑貨に出会えるトゥクトゥクが目印のトロル、西武新宿線東村山駅から徒歩3分、ここでしか見つけることができないものに出会えるかも、さあ、いよいよ遊戯タイムですが、はい、今回もダイナム東村山店にお邪魔しております、そしてお店のスタッフさんにも来ていただいております、うん、お呼びしましょう、こちらどうぞ、はい、よろしくお願いします、ダイナム東村山店の店員山品です、よろしくお願いします、うわーハキハキ、ハキがある、ねえ、なんか趣味とかハマってることとかありますか、最近ハマってるのは世界の名作劇場を見ることに決めまして、世界名作劇場、何作か見てるよ、何作か見てる、そんな驚きすぎや絶対見てます、どう例えばどういうの、ね、はい、7つの海のテコ見て、はい、名系なし、あ、名系なし、あ、え、映画じゃなくてアニメ、本当のアニメの、アニメの方ですね、一番おすすめは何ですか、ロミオの青い空ですね、ロミオの青い空、なんかろうそくの、ろうそくじゃない、ろうそく、煙突、煙突全然違うなんか煙突の掃除みたいなのするんですよね、えみたいな、全然知らない全然知らない、入ってこないで、知ってるみたいな顔で入ってきたからあのお店の特徴などあればちょっと教えていただいていいですか、はい、便利な設備が結構たくさんありまして、その中でも特におすすめなのが、お買い物帰りに気軽に立ち寄れるように、はい、冷蔵ロッカーと、あと無料でお水をお持ち帰りいただける、何ミリリットル、はい、2リットル、4リットル、まあ、お好きなだけ、でかいやつですか、お好きなだけ、いやそれもありがたいサービスですね、はい、今回はダイナム東村山店で遊戯してもらいます、従来のパチンコやスロットが楽しめるお店です、パチンコを一つのレジャーとして楽しんでいただける空間をご提供しています、店内には RO ピュアウォーターも設置、景品コーナーで専用容器に交換するといつでも無料でご利用いただけます、コロナ対策もバッチリのダイナム東村山店にぜひお越しください、今回は対決ではなく乗り打ち、全員合わせて最終出玉3万発、もちろん足を引っ張った人には罰ゲームが待っていますよ、さあ今回は乗り打ちです、それではズレパチ、レッツゴー、さあ平山、はい、この台はどんな台ですか、はい、お願いします、はい、この台は大当たり確率約319分の1のミドルスペックになっております、はいはいはい、一種二種混合機です、初当たりの約 60% でラッシュに入るんですけれども、はい、そのうちの 20% でなんと出玉約3000発の、おすごい、
ラッシュを獲得することができます。3000発だから初回もそうですね、7図柄で当たると3000発もらえるので、その時点で結構お得になっています。はいはいはい。そしてですね、こちら転落タイプになっているんですけれども、約153分の1の転落小当たりを引くとラッシュ終了のピンチということになります。平山、はい、転落式ってどういうことですか？あ、転落式っていうのはですね、はい、大当たり確率が約41分の1なんですけど、はい、それを先に引くか転落の153分の1を引くかっていうゲームになってきてて、153分の1の方を引いてしまうとラッシュが終了してしまうんですよ。いかに早く41分の1を引いて連続大当たりを重ねることができるかっていうのがこの転落タイプの魅力になりますね。さらに右打ち中は全て10ラウンド出玉約1500発もらうことができるので、うん、うまくいけば目標の3万発を1人で達成できる一人で夢を秘めた台になっております。おお、じゃあ誰か1人が来れば、はい、一気にクリアするかもしれないね、達成という。はい、なんかちょっとずつ動いてんねんけどよく分からへんな。でも合流普通やから行けばチャンスです。あ、リーチ、あ、なに、あ、これ大チャンスです。大チャンス来た。背景が今いいの出ました。行けよ、発進せよ、父からこれ期待度でも 2.5 よ。おで、これ4回煽りがあるんですけど、色が赤や金に変わると良くて、もう G も赤の方がいいですよね、確か最後の方で変わった方が大チャンスになります。あー、ユニコーン字が赤、いいです、いいです。なにこれ、来た、これ名場面なんやろうけど知らんな、見てへんから。あ、なんか上がってきた軌道、当たりました、当たりました、嘘、うわ、なんかめちゃくちゃ出てきた画面が埋まった、画面が埋まったよ、画面が埋まった、画面が埋まった、数字が埋まった、数字が画面が埋まった、モビル数字で何、画面が埋まった、すごいので、こっから昇格演出があって赤字柄に変わるとラッシュに入ります。だいぶ早いんじゃないですか、当たってる時間が、単発で終わらすなよ、終わりそう、単発で終わりそう、終わりそう、まだ開かない、あ、まだ、あ、これじゃない何してんだよ原西、どうしたらいいんですか。で、次ここの画面で画面が切れると右打ち、あー、ダメで、右打ちで、最後ラウンド終了後にファイナルジャッジがあるので、まだ、はいはいはい、まだ分かんない、ファイナルチャンス、え、で、この後レンダー演出、もう成功するとラッシュに入ります。めっちゃ成功、めっちゃ連打してるのに、あー、終了や、失敗これで通常あたりでしたね、今のは、はい、残念、え、もう終わり、俺終わりです、短じゃあ原西さん一番最初に当たったから、はい、ツレポイント、何それ、緩いな、ツレポイ、まずはその 60% のラッシュを引かないと、はい、お、なんだ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 、お、なんだ、私はミネバザビである、うん、グリーンホールあります、緑もありますか、さんのやつ結構チャンスです。チャンス？あ、チャンス？チャンス来てる？チャンスです。ミネバの連続演出です。はい。おお、マリーナ。おお、どう？これ。これなんか激しいよ。ちょっとチャンス来たんじゃない？あ、み、緑、グリーン。グリーン保留はまだちょっと弱い。もう一丁、もう一丁、もう一丁、もう一丁。はいはいはい、もう一丁、もう一丁、もう一丁。あ、もう一回来たよ。藤本さん、チャンスだ、バトルまでは行くんじゃないかな、ユニコーンアタックか、グリーンジャケット保留だからな、グリーンジャケット保留はないのよ、グリーンジャケット保留じゃないよグリーンジャケットゴルフやったらもう優勝やからかかってないとおかしいんですけどね、はい、来た、わー、すごい、
아기 씨, 아기 여기 타요. 자, 배터리 있고. 요시. 오! 하야 개쌩이네, 개쌩이네. 오래 와르나. 그래 아테데 살살 기억해. 아, 아까머지 기왔어. 아까머지. 아까머지다. 赤文字チャンスアップですね。あとはあと最後のカットインが紫と赤あるんですけど、赤だと 70% 以上あります。赤だと 70% ね、相当ですね、はい、いいな、そんなん言いたい頑張れ頑張れ頑張れ負けるな負けるな。カットインが大事だ。カットインね。紫でしたね、今ね、カットイン。紫カットイン。紫はちょっと周りのオーラの色青でしたね。が青でした。赤だとめちゃくちゃチャンスなんですけど、とりあえず赤ね、赤。おっ、誰かちょっと大当たり出しなさいよ。赤だ、優勝時の赤。何これも、あら、どう、これも当たってもいいレベルで。あ、赤くなった。なんとかするって言ってる。なんとかするって言ってるよ。いや、これありますよ。本当にあるの。まず本当にある。まあ見ててください。まず着地を成功しますから。サードアタック、発進スタンバイ。ここでガンダムユニコーン予告が出る可能性があります。ユニコーン予測。あ、出る。あ、出ました。出た。分からん。どこ見たらいいか言ってください。これ4大キーポイントの。なんか震えましたよ、レバーが。これ 70% あります。 70%? はい、 70% だろ。もう行くしかないでしょう。めちゃくちゃかっこいい。長い。あれ、これかかってないよ。きたー。これで8点ですね。決まりました。決戦ってなってます。赤文字。あら、当たりました。ほぼ当たりでしょう。赤保留です。赤保留に変わりましたよ。これはもう来たでしょう。当たって。あ、赤だ。赤です。ほぼやった。むちゃくちゃ出てきた。画面がむちゃくちゃ。画面がむちゃくちゃって大体わかるでしょ。当たった時の毎回驚いてラッシュ入れないと。そうなんですよ。これが赤が来たらいいんですか。赤になるともう昇格濃厚。やめて、それやめてよ、それやめて。え、嘘やろ。また何これ。まだ分かんない。まだ分かんないです。右打ち。ここ切れる可能性あります。はい、切れる。切れて切れて。あ、切れない。全然切れへん。おい原西さん。いや、マジで原西、なんか喋りなさいよ。いや、分からへんねん。連打ですね。連打。あ、そう、さっきもやった。これいきます。入ったの。さっきもやってん。これ頼む。さっきもやったのよ。顔がピカピカしている。顔がピカピカしてんのよ。あ、ダメ。なんでやねん。早いって。早っ。さっき言わんとって。中央で出る前に言うてる。あー、ダメって聞こえてきたよ。あー、ダメ。全然ダメな、俺。なんだこれ。いや、原西、もうラッシュに入らんやったらもう大当たり出すのやめて。もう大当たり入らん、ラッシュ行かへんのね。言っとくけどねえ、なんだろうな、まあ、こういう収録でね、当たったことないんですよ、僕。安村さんも連れっぽい意識して遊戯頑張ってください。連れっぽい、僕だいぶ入ってるでしょ今のところ。今日私はもう忘れてました、連れっぽいの存在。忘れないでちょっとマスターズ優勝したんでしょ。はい、その底力見せてよ。わかりました、じゃあ秘密兵器出すか。何、この台が元気ないから。おう、マスタード出た出た。お、出てる。お、なんか、お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 、
おーおーマスタード。おお。あれ？スレポイント。今まで出さへんかったのに急にスレポイント出した。なんで？いや取れ高なさそうなんで。おい。そんなことねえわ。なんだろう。おー！あ、め、三文字。三文字のやつ。三文字のやつ。そして赤玉。これはお願いします。これはいける。濃いめでしょこれは。でも腹に今日の腹にしやからな。いやあれはさすがに当たると思いますよ。これはさすがに当たると思いますよ、うん、僕も。いや当たってもやのよその後よ。確かに。しっかり。ゴリラ掘り打っちゃうからね。覚醒みたいな。覚醒。なんか静か。ああ、あかん。大丈夫かな。決戦。いや、大丈夫だと思いますけどね。もう三文字出たから。めちゃくちゃチャンスなんであれ。原西さん外したやつ期待度 92.4%。 それ外すって相当やな。どうなってんねんこれ。 92.4 ちょっとライン読むしかないなこれは。ライン読もう。何してんの。ライン読んでます今。いやどうなの。でどうなのよ。読めない。読めないの。もともと読めないんでしょ。何やってしまったの。ちょっと今のはツレポイくれるところでしょ今。いやあれでツレポイくれないんすか。ツレポイくれないよ。ちょっとマイナス。マイナス。マイナス。あと最後なんかあんのかな思ったらただ読めないで終わるっていうね。完全な尻つぼみで何にもない読めないで終わるっていうのはどうなの。赤い水星来た。これ70%あります。はい、70%あるぞあるぞ。金です。文字も金。やったよかったね。 92.4% 外した男言ってるからな。はい、気をつけろ。油断するなよ。見せてやろう赤い水星の力を。保留がねちょっと。おー上から赤いのがかかってちょうだい。かかってもう赤ばっかり。文字金。しっかり狙って。金文字しっかり狙って。あー赤扉。緑か。緑保留か。さあ来るか。ザビ来た。赤文字これが閉まればいいですか。シャッターが出撃するんで、その後何に行くか。赤い水星、赤文字。フルバトルのバトルの中で一番チャンスだ。チャンス。あ、いいですよ。あ、赤文字しかも3つ。来ましたね。3.5。緑保留はどうですか。緑保留は別に大丈夫です。大丈夫。来い。ああ、大丈夫だけど。ほら、終わった。油断するな言うたやろお前は。 92.4 でも外れるんや。油断するな言うたやろ。そねマジ今の外れる。ちょっとヤス今の大チャンスお前。いや俺の今までで一番のチャンスだった今日。とにかく外す安村。あかん。チャンスは来るのになかなか当たらない4人。乗り打ちで目標としている3万発はもう無理なのか。誰も右打ちできないとかあったんですか今まで。ないよ。へえ。これ初めてじゃないかな。終わりですかね。さすがに。あ、き、あ、なにこれ、あれ
大きい金ユニコーン。あ、デバブルすいませんでした今。よし、デバブル、デバブル、これ来たんじゃない。来た、赤い水星、赤い水星襲来。よっしゃ来た、これはもう当たりだ。デバブル自体も 70% だし、その赤い水星も 70% あるんで、じゃあ 140% 140% 140% や100超えた、100超えたよ。赤赤赤、でもね、保留が青のままなのよね。いけるいけるいける、大丈夫、140% やから。赤い水星さあ何、緑か、緑。さあサードまで行こう、サードまで。さあさあさあ変身すれば、はい、サード行ったよ。これはラストチャンス、赤です、赤赤赤赤、めっちゃ赤い、ゴー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 、ゼロ、赤いか、覚醒、覚醒行こう、覚醒来い、覚醒覚醒、覚醒で行って、もう覚醒行って、お願い、覚醒行こう、覚醒に頼む、ほんと覚醒に行って、あ、覚醒こず、いやでも、まだ分からん、行ってる、あ、G 白いよ、強いよ、強いよ、あ、でもフルフロンタルだからいいよ、強い、強いです、強い、 3.5 期待度 3.5、 頼む頼む、もう本当に、お、頼むね、それでも、お、あ、しかもそれでもルートだ、きっと持つ可能性は、もうもらいですよ、それは、これはもらった、もらった、もらったでしょ、これはもらった、やった、やった、もらった、原西さん一回外してるから、それ原西一回外したとか言わない、今ここで、いや大丈夫、もう大丈夫、俺が外したから逆に大丈夫やろ、よしよし、これも外したら終わりだよ、もう、やったー、やっと来たー、やったー、来たー、ラッシュに入れます。時間的にも最後のチャンス、ラッシュ突入なるのか、ラッシュに入れてー、さあどう、来い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 、ナナ来い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 、ナナ、あ、ナナ戻れ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 、ナナに来い、ナナに来い、ナナ、うわー、来た、8か、8だね、お、で画面が切れると昇格、あー、しない、ダメ、しない、あとファイナルチャンスに行くので、ラウンド終了後、さあ次のファイナルチャンスね、それしかない、これはちょっとラッシュ、これしかない、お、ファイナルチャンスか、ファイナルチャンス来た、よし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 、ボタン連打ね、任せろ、お願いします、青、青、まだ、よし、いけ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 、あー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 、紫、紫、あー、ダメだ、ちょっと、涙、同じことすんじゃないよ、コンビで何してんだよ結果発表、志村さんね、それでは平山発表お願いします。はい、今回の結果は、はい、原西さん平山0玉、ああ、吉村さん0玉、はい、藤本さん450玉、やった合計450玉、イエーイ、イエーイじゃないですか、ということでですね、3万玉のミッションはもちろん失敗でございます。不甲斐なかったから、いや原西さんですよ、やっぱりあんだけ当てて、いや、わ私はチャンスはありましたからね、 92.4 外す男、80、いや逆に外せますか、じゃあ逆に外せますか、いや外せないんですけど、レアケースですよ、レアケースですよ、外したくないんです、そして、あ、罰ゲームをやってもらう方、怖い怖い怖い、ちょっと待って、俺はスレポイめっじゃあ取りますよ、カズウチ当たるみたいなとこあったよ、もうスレポエも忘れてるから、この人忘れてないよね、もう中継、スレポエも含めて、毎回これはちゃんと決まってるんで、もう、はい、はいはい、もう決まってんすね、罰ゲームをやってもらう方は、はい、安村さんです。なんでなんでですか、なんでだよ一回も当ててないじゃん、スレポエ取ったらスレポエ、わかりやすいやろ、いや、安村さんは当ててないですし、そうね、まずね、つれっぽいもなんか圧で取ったのが結構あったんで、圧でこれはこの目力でしょ、圧では取れないでしょ、この時代それダメですよ、もうパワハラですよ、ということで、はい、今回の罰ゲームは
不動戦士ゴミパッチンです。不動戦士ゴムパッチン何ですかと言いますと、はいはい、代表者にはゴムパッチンを食らっていただき、不動戦士なので絶対に動いてはいけないという内容になっております。あ、ね、あやだ、動いたらもう一回ってことですね。動いたらもう一回ですね。ちょっとでもね、ちょっとでも動いて、まばたきして、不動戦士ですから、まばたきしても、そうですよ、まばたきはいいでしょ。何もだから向こう、こうってこう来た瞬間に口開けてもう食べてしまうみたいな。動いてるやん。せっかくね、せっかくリアクション取るんやったらもう、はい、いきますよ、いきます。うわ怖い、うわ怖い、ギリギリです、いきます。うわ怖い、いきます、いきます。プリンセス、プリンセス、あ、動いた。不動戦士。あ、動いたんです。今までのゴムパッチで一番痛い。嘘やん。芸人人生20年の中で。いや、めちゃくちゃアホなスタッフが用意するんですよ。痛ったこれ。前回もカッチカチのケツバットの、はい、カッチカチのバットを。芸人殺しなんですいませんね、なんか。ダメですこれ。さあ、ということで皆さん、今日の釣れパチいかがでしたか、平山。いや、ちょっとできれば当たりをもっと見せたかったんですけど、ダメだったんで、ね、皆さんぜひコーデで楽しんでいただければなと思います。私たちの分まで。安村は、いや、スレポイをもっと明確にしてほしいです。1ポイント1000玉分とか、うん、なんかそういう明確にしてもらえればもっと結果違ったんじゃないかな。まあ、わからないですけど、聞くところによると、スレポイ1ポイントが 0.1 玉っていう。マジで取る意味ねえよ。なのになんであんな渋いんだよ。全然出ないじゃん、 0.1 玉が。さあ、はいはい、では最後にですね、うん、恒例の花石くん渾身のギャグ披露を。うわ、嬉しい。簡単ですから。はい、わかりました。いきますよ。はい、はい、お願いします。パチンコ花石スタート。あら、ぐる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 、俺やで。あら、起きた。ぐる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 、俺やで。起きた。リーチ、リーチ、リーチ、ぐる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 、俺やで、ぐる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 、俺やで、リーチ、来た、来るか、来るか、ぐぐお、ぐお、ぐー、すみません、入ってきたのもう一回やって、ええやん、ゴミで出したってええから。これ平山のギャグ動画はですね、ダイナム公式ツイッターで公開されるのでチェックしてください。次回は10月15日の配信となっております。楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。みんなで、はい、つれパチ。